人生初の北海道、たった今、飛行機が着きまして、私今新千歳空港の方に、来ております。よろしくお願いします。やべえ、俺人生初めてさ飛行機乗ったんだけど、本当に乗れてよかった。この乗れるっていう、初めて来たわ。本当にこう一人で旅行ってできるもんなんだな。もう俺10回ぐらい本当にあのチケット取れてるかみたいな確認したもん。ここから空港です。もうここで俺の旅は始まるんだな。どこ行きゃいいのこれ。これどこ行きゃいいんですか。ウポポイ、ウポポイって何。ここ北海道だよな。ここウポポイじゃないよね。どうも僕です。ということで行っていきましょうか。ちょっと待って、クソ寒い。ちょっと待って、クソ寒い。え、今何度北海道。ちょ、バカ寒いんだけど。風強え、風強え。どこここな、これ何度今。カツラ今何キロ。ちょマジで寒いんだけど。ちょこれ服買うのも、どっかユニクロみたいなとこ行って服買うのも視野だな。お、タクシーがありますね。おお、バスでの札幌全然視野だな。何分に来るんだろう。ちょっと1回時間をチェック。ちょっとまずは札幌に行かないことには始まらないから、歩きで行けますか。あ、JR か。電車がいいんだ。まあタクシーですね。まあタクシーで行こうか。もう見せつける、もうここで。まあタクシーで行きましょうか。タクシーで何時間ぐらい。それもまたあり。うん、40、あ、1時間ぐらいなんだ。でもさ、電車だったら配信できないじゃん。あのタクシーで1回すいません、ちょっとビデオ回してるんですけど大丈夫ですかって言ってね。やっぱそのなんだろう、やっぱり配信しながら行きたいじゃないですか。そういうのも全然ありかもしれない。確かに札幌から行ってもいいかもしれないな。うん、ぼったくられそう。ここ別に海外じゃねえから。北海道なんだと思ってんだよ。ぼったくられないだろう。お、こいつ東京からのもんだな。ちょっと初乗り900円にしとくか。そんなバカな話しない。まあ、1万3000円か。まあ、経費で落としましょうか。ということでちょっと乗っていこうと思います。行きましょうか。あ、札幌駅の方までお願いします。札幌駅で降ろしていいんですか。はい、札幌駅で降ろしてください。ちょっとビデオみたいなのを回しちゃってるけど大丈夫ですかね。あ、大丈夫。いいですか、申し訳ないです、すいません。札幌駅で一応ありますね。はい、大体何分ぐらいかかりますかね。高速乗って大体今だったら50分から1時間ぐらいでしょうか。あ、それぐらいですね。はい、ありがとうございます。ちょっとみんなさ、北海道に詳しい人ちょっと札幌駅で俺を案内してくれねえか。俺さ地図も見れないから、こうやってスマホ1台で来たからさ、スマホ1台でバッグリュックサック1つで北の大地まで来たんで、僕何の情報もないんですよ。なんでちょっとうまい店とかさ、そういうのがあれば全然ちょっとご案内していただいても、なんなら俺のカメラも持ってほしい。ちょっと手疲れるからさ、これずっと固定してるっていう、これがなかなか苦しい。っていうか飛行機めっちゃ怖かったんだ。今日風強いからさ、ずっとあの玉ヒュン状態というか、玉がヒュンヒュンした状態で、ああいうの俺あんま苦手だからさ、ずっと気流が乱れてたんだよね。だから若干俺ちょっとテンションが下がってるんですけども、ちょっとそこはちょっとご了承いただければなと。今日気流がすげえ、マジで。知床で熊に会えるんだ。熊に会うってことはもう死ぬってことなんじゃん。野生のクマが一番強いって聞いたんだけど、野生のクマ強いよな、さすがに。すすきのガールズバー配信。ああ、ガールズバーとキャバクラは絶対行く。てかガールズバーの方がいいな。やっぱりガールズバーってちょっとライトな感じでさ、やっぱガールズバー安いじゃん、ぼったくられない限りは。
あの多分1時間いて、そのキャバクラとかだったら多分 2,3 万かかるんだけど、多分ねガールズバーだったら1万しないぐらいなんですよね、まあ、そこら辺で、うん、そうバニーガーデンみたいな顔見せて、あざっす、一回こうやってね、そうサブリミナルみたいな感じでもやっていきたいなと思っております。死ねばやばい。ガールもう一回見せて、これに何の需要が。いやでも本当にもうなんか広大土地が、土地がもう本当に広い、うん、札幌まで46キロ、46キロ。46キロ札幌まで、嘘だろ、離れすぎだろ、スケールがでけえわやっぱり、46キロか、逆に46キロ1時間で作ってなかなかいいですね。皆さんはこの移りゆく街並みをお楽しみいただければと、でたまには僕が映るというね、このちょっと寒暖差をお楽しみいただければなと。ちなみにホテル夜撮ってないんで、ちょっと泊めてくれる視聴者がいたら全然行ってくれれば、うん、実家とかならなおよし、親に挨拶もできるし、あと家にあれだな、ちょっとスチームとかあるといいな。なんか俺最近さ、バロラントのなんかうんこちゃんたちのあれ誘われてちょっと練習しないといけないから、ちょっとバロラントできる環境のある家募集。家に PC ゲームある家急募します。はい、よろしくお願いします。大丈夫、ちゃんとパンツと歯磨き持ってきたから。迷惑はかけへん、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫、ちゃんとちゃんと着替えと歯磨き持ってきてるから、それもありずずしい。いやでも全然ピアノあったら弾くよ。ピアノあったら弾いて帰るよ。鶴の恩返しみたいに、あの時助けてもらった鶴ですって言って最後にピアノ弾いて帰るわ。うん、すいません、よろしくお願いします。すげえ、こうね、風景を楽しみながら、ここに何々あるじゃんみたいな感じでタクシーで配信してたと思ったけど、ガチで景色が変わらん。ガチで景色変わらない。うん、顔見せて、輪郭も全然いいな。うん、一回こうやってね、なんか髪の毛スカスカだな、なんでこんなことになってしまったんだ。なんか前髪スカスカになってて、やっぱ帽子かぶるわ。やっぱこの生え際の生えかけの坊主っていうのが一番苦しいからね。そう、本当に出所は聞いて、今日は網走から出てきました。どうも、ゆうたと申します。ありがとうございます。でもね、職務の案件受けてるから脱げないんですよ、申し訳ない。違う、髪の毛剃れないんですよ。帽子取るとか、やっぱさすがに帽子はかぶっとくか。やっぱこういうのはね、エチケットみたいなとこあるから。ここ、なんだこの角度は。なんか家だ、やった、みんな家だよ。ウニ食おうぜ。でもウニはね、俺アレルギーだから食えないんだよね。ウニ食いてえな。ウニ食い出したら一応俺の症状としては、ずっと喉詰まったような感覚になって、顔からはアトピーが出て、で汗が止まんなくなって、そのまま倒れるっていう一応症状があるんだけど、配信でちょっとその姿を晒したくはないんで、ちょっとウニだけは食えないですね。うん、いや俺本当にウニ味としては一番好きなんだけど、好きだけど食えない苦しさわかるか。私は最近、その2年前ぐらいから発症したからさ、
アナフィキラシーっていうのそれ。ウニニニニニやめて。ゆうたくん無事か。ウニニニやめて。でもまだ札幌の雰囲気はまだしませんね。そろそろ近づいてくるんじゃないですか。あ、スープカレーの店のとこもある。うわ、うまそう。なんかここ漏れるな、この角度。え、まだまだなの？ここ漏れる角度だな。なんか肌が綺麗に映るわ。ちょっと美肌フィルターみたいなのが作用してるかもしれない。お、焼き鳥とかもある。鳥もうめえだろうな。しかも今日偉いのがなんと充電器持ってきてるんですよ。あのさっきコンビニで買ったんだけど、この6000ミリのこれでもう充電が切れることもないと。完全な対策と思ったらさ、さっき空港ってさ携帯充電できるじゃん。あのライトニング差しっぱでさ、そのまま来ちゃって、あの買い替えるライトニングケーブルだけ買い替える羽目であって、あれだけで2500円ぐらいするんですね。もう今日ちょっと朝から出費がすごい。うん、だから差しっぱなしになってる。あの羽田第一ターミナルの12番出口のところの座席のどっかにライトニング刺さってるんで、皆さんよければ僕まで届けてください。タイプ C ならな。ガジオタも見てますと。タイプ出た。タイプ C しか、タイプ C しか認めねえやつたまにいるよな。出た。タイプ C だけをひたすら、あ、まだライトニングなんすねみたいな。え、マジで成功が、成功死ぬほどあるんだけど。あ、招き猫。あ、招き猫って北海道にもあるんだ。招き猫はお世話になったね。俺がさ、あのカラオケ配信するときって大体招き猫だから、あのクリスマスに煽られたやつ、あ、お一人でみたいなやつ、あれも招き猫だったしな。あとここに端芝。へえ、ストリートピアノとかあるの？マジ？へえ、ちょっとストリートピアノ、え、ストリートピアノってここから近いの？え、じゃあみんなちょっと道案内してよ。引き逃げす、引き逃げってひどい言い方すんな。引いて逃げるわ。うん、やっぱ最初は駅前行ってね。お、パチンコひまわり、パチンコもたくさんあるね。お、で工事現場来た。まだあれですね、俺空調担当だったんで、俺がまだ入らない、まだ本当に最初の骨組みのラインだね。お、札幌、これが札幌か。着きました。すげえ、でっけえ。あ、この辺で大丈夫です。しました。はい、すいません、うるさくしちゃって申し訳ないです。はい、あ、うるさくしちゃって申し訳ないです。はい、あ、すいません、すいません、すいません、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？あ、大丈夫です、ありがとうございます。着きました。お、でも言うほど寒くない。14,800円でした。まあ、意外と札幌駅ここが。おお、これが札幌か。まあ、とりあえずね、どっから行けばいいんだこれ。いや、テンション上がるな。広い、やっぱ駅が。すごい
見られてはいる。どこ行くの？とりあえず飯食い行きてえな。飯だろうが。いやもうテーマパークですよこれ。つけられてる。あポケセン、ポケセンはポケセン行く？ポケセンこそ配信できなそうだけどな。んつけられてる。ちなみに今の気温8度らしいです。いいですね。あ、東急とかもあるな。あちなみにあれなの、どこら辺にあるの、すすきのは。すすきのはこっち方面なのかね。ここまっすぐ。へえ。ガン見されてる。いいよ。俺みてえなもんは。ガン見されてるぐらいがちょうどいいから。だってさっきなんか女子高生2人組みたいに指さして笑われてたからな。それぐらいがちょうどいいんです。お、スタ丼もあるやん。スタ丼なっついな俺。俺ゼネコンの時俺先輩にさ3つ買ってこいって言われて、で2つしか買っていかなくて殴られたんだよな。うわ懐かしいこれ。やべえ、スタ丼の神田で、神田の現場で働いてた時さ、神田の駅前にあったんだよねスタ丼が。うん、違うんだよ、俺は2つ買ってこいって言われて、2つ買ってきたらなんか途中で3つになったらしくて、おめえなんで3つ買ってきてねえんだよって言って殴られたんだよ。俺は悪くねえよ、最初は2つって言ってたんだもん。で結局俺の分がなくなったんだよ。俺の分含めての3つだったから、俺だけ飯抜きという地獄。理不尽。さあカニ、カニ寿司ってカニと寿司ってことか。ほーん、ふう、そこ時計台あるぞ。時計台、工事現場しかない。っていうかすごい、みんながっつりコート着てる。なんか一人パーカー1枚のバカがいるんだけどさ、これ俺もそのゆゆうたじゃなくてもちょっとこれ恥ずかしいな。左のビル見ろ。お、左にでっかいビル。うん、だって見て見て俺の格好ほら。汚ねえパーカー1枚の北の北の恐ろしさを知らない、舐めたスタイル。おお、なんだこのアーチは。でここまっすぐ行くとあれなんだ、そう時計台みたいなとこに着くってことか。でここが皆さんご存知ラパウザでございます。え、時計台ここ、あ、これか。どっから渡れるんだろう。え、これ時計台なの。まあ、確かに時計台だな。はい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 、ちょっと行ってみるか。いや全然しょぼくない。いや立派な、立派な時計台でございます。いや立派だな。いやしょぼくない、しょぼくない。ただほら見てください、時計台ですよ。正直に言ってくれ、気づかなかった。あの普通にスルーしちゃった。ごめんマジで。何があるんでしょうか。あ、入れば入る。パンフレットとか、パンフレットがない。かつてここにパンフレットがあった場所です。え、ここにピアノがあるの。あの本日の観覧は終了しました。あの何もないです、ここ寒いだけだ。ここ寒いだけで何もねえ。さ
鮭のおにぎりです。やった、鮭のおにぎり買ったよ。さあ、さらにまっすぐ行くか。はい、あ、いいっすよ。はい、はい、あ、じゃあカメラはそうです、ビューティーカメラで。この辺でうまい飯屋とかあります？うまい飯、やっぱ寿司なんですけど、はい、寿司食いたいっす。ここのすすきの、あの、僕ずっと短期工事のはい、ブラックニッカーじゃないですか。ブラックニッカーってさっきのめちゃめちゃすすきので、はい、すすきののテーマパークすすきののテーマパークがあるブラックニッカーの看板があるんですよ、はい、そこの隣の商業施設の地下に、はい、根室花丸っていうとこがあって、はい、あ、じゃあもう本当にそのすすきのにの中にあるみたいな感じなんですか。その先みたいな感じ。すすきのの中に、はい、行けばもう、あ、もう何でもあるみたいな。ご飯も食べれるし、まあ、そう、テーマパークも女も行けると。行けるよ。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにもう桜ってもう散っちゃいました。桜多分散っちゃって、あ、散っちゃった。丸山公園めっちゃ綺麗だったんですけど。へえ、丸山公園ってどこにあるんですか。丸山公園は地下鉄の、はい、東西線に、はい、東西線に乗って、はい、丸山公園駅で降りると、はい、あ、じゃあ歩きでは行けない感じなんですね。そうですね、歩きだと結構5キロぐらい歩く。5キロ、なるほどです、はい、あとストリートピアノってどはなんかあるとか噂を聞いたんですけど、ノルベさんは、はい、ノルベさんも奥なんですよ。あ、とりあえずじゃあすすきのの方行くって感じですか。そう、換気工事の方行けば、はい、もうすすきの側なんで、あ、そこにもしかしたらピアノもあると。そうです、ありがとうございます、いろいろ、はい、観覧車あるところが。マジですか、観覧車あるんですか観覧車が一番上にあるんですよ、マジで、はい、すげえ、ちょっと案内してほしいぐらいだわ。一緒に行きますよ。マジっすかいや、全然無理なさらず、ま、いいんすか。本当にいいんすか。はい、じゃあ案内してほしい、ありがとう。マジっすか。マジで、じゃあ写真撮ろう、まず。あ、やばい、充電が、ごめんなさい。充電、あ、充電器あるよ、ライトニングライトニング、あ、じゃあ全然貸せる。ごめんなさい、もう一枚。あ、もう一枚、はい、ありがとうございます。あざっす。え、いいんすか、貸して。いいよ、あと、あの、これ充電器、これ、あ、僕も鼻かけてみる。あ、ある、あ、オッケーオッケー、よし、え、じゃあちょっと俺映しつつ、じゃ あ、え、持っててくれんの。いいっすか、このまま。ありがとう、うん、このまま行きましょう。すげえ、なんか、まあ、ドラクエみてえだな、仲間が増えた僕後ろの方がいいですよ、ドラクエ、うん、ドラクエだった。やった、やべえ、はい、急に旅に。え、北海道はもうずっと住んでるの。僕もずっと北海道です。すすきのとかも行くんだ。いや、すすきのはあんま行かないんですけど、うん、あ、そうなんだ。すすきのはそんな行かないんだ。行かないんですけど、ちょっとおにぎり食っていい。あ、いいですよ、ありがとう。セイコマはホットシェフもいいですよ、うん、あの出来たてのカツ丼とかが食べれて、うん、あ、なんかあった。あ、めっちゃうまいっす、カツ丼ティアワンっす。マジでティアワン。マジっす、マジっす、ティアワンなんだ。はい、最強っす。あの、なんかあったかいとこにまとめて置いてあったやつだよね。あ、それっす、それっす、うん、でもそれ食ったら俺お腹いっぱいになっちゃうからまずは寿司食えねえなと思って。そうっすね、明日の朝ごはんでも、うん、マジでうまいっす。そんな甘いんだ。なんかコメントでもめっちゃ、あ、まなんかセイコーマートはガチっていうのがあって、ガチっす、ガチっす。本当にガチなんだね。あれは、あれがけ。最初どこ行きますか、うん、ストリートピアノ、うん、とりあえずそのすすきののなんだっけ、たぬき工事だった。あ、たぬき工事行きましょう、うん、そこ行こうぜ、たぬき工事。わかりました。ここから近いの。こっから、いや、うん、ちょっと歩く。大通公園がそこなんで、その奥がたぬき工事です。うん、でも田貫工事なんもないですけどね。あ、そうなの。はい、なんもないです。古着屋ぐらいしかないですね。古着屋。はい。いや、でも今日寒くない？寒いっす。あの、今日は特別寒いっす。うん、あ、今度は寒いかもしれない。ちょっと待って、おにぎり、おにぎりマジで入った。ちょっと待って、変なとこにおにぎり入った。マジやばい。
なんで田貫工事よりやっぱすすきのの方行った方が多分楽しめると思います。オッケー、ちょっとじゃあ道案内お願いします。わかりました、ありがとうございます。え、いつも今日俺来るってのは知ってたの？もちろん。あ、もうずっと見てます。あ、配信？はい。あ、マジで？もう20万ポイント貯めていつ曲リクエストしてやろうかなと思ってたんですけど、いつも売り切れて。あ、20万も貯まったんだ。もう貯まってます、もうずっと。あの連投してみてるんで。え、コメントとかもしてんの？コメントをたまに、お、たまにやってます。マジで？なんかあれだよね、はい、そんな連投とかしないよな。まあまあ、ちょっと流れに任せてやってしまう時もあるんですけど、たまにマカオとか入れたりしてんの。そうなんだ。え、じゃあもともとあれなの、なんか加藤さんとかそこら辺の周り見てるみたいな感じ？もともと繁盛さんのスプラが好きだったんで、繁盛さんのファンボで、そこから加藤さん。相当昔からじゃないですか？そうっすね、スプラ1の時からなんで。1って、あの Wii U の？そうっす。はい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 。でめちゃめちゃ子さんやん。繁盛さんファンもなんですけど、最近繁盛さんにバンされました、うん。バンされたの？バンされました。なんで？わかんないです。バンされました。まあ、繁盛っていうか繁盛のモデレーターにってことか。マジか。はい。へえ。あ、で、俺のところに流れ着いてきたの？あ、そうですね。でもゆうたさんも、あ、そうですね、ゆうたさんも最近っちゃ最近ですかね、うん、そうなんだ。なんてバンされたんやろな。なんかあれなの、連投しちゃったみたいな。いや、連投したわけじゃないですけど、うん、わかんないです。なんか近畿に触れたみたいで。ああ、はい。でも地雷を、わかんない、繁盛のモデレーターとかモデレーターワーホールとバンされるっていう。そういうなんかね、説があるらしくて。え、いつバンされたの？時系列って大体わかるんだよな、何のあれでバンされたかみたいな。1月ぐらい NBA の、うん、NBA のゲームやってたんですよ、繁盛さん。ああ、バスケの？そうそう。はいはいはい。それでちょっとカットなっちゃって。バスケファンなんで。ああ、なるほど。繁盛さんと同じく、うん、うん、カットなっちゃったんだ。食い違いが僕と繁盛さんの方向違い。そんなバンドみてえに。なんでそんな真摯に向き合ってんの、繁盛と。めちゃめちゃ繁盛と真摯に向き合ってる。キャラクター作るところでバンされました。ああ、なんか生活売りでちょっと。え、俺なんで言えばいい。でも、ああ、視聴者で言う。視聴者 A でしょ。でも A 君はあったんだよね、そのバスケやる、バスケ好きにあたってそれを冒涜されるみたいな行為。繁盛さんのステータスの振り方がちょっと気に食わなくて。結構振っていくな。ステータスの割り振りで切れたの。なるほどね。繁盛さんはそれっきりです。繁盛さんとはもうそれっきりです。あ、それもう今見てないんだ。そうです。まあバンされちゃうと見れないからね。確かに。そっか、ちゃんとバン歴ある。大丈夫、俺もちょこちょこバンするんだけど、俺はまだバン、ゆうたさんにはバンされてないっすよ。あ、よかったよかった。あ、そうっすね。え、いや、彼はその、はい、一応み、いや、道で拾って、あの道案内を頼んでます。あ、本当？はい。え、握手してお願いします。あ、全然いいっすよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。冷たいですね。そう、寒くないですか今日。いや、寒いです。今日特に寒い。今日特に寒いですね、はい。いつももっと暖かいですか。昨日とかちょっと、あ、いや、でも昨日雨だったか。はい。でも寒いです今日。いや、そう、今日ちょっと配信で来ようと。僕今まで北海道来たことなかったんで、はい、ちょっと1回ぐらい行こうかなと思って。あ、そうだった。で、やっぱ、はい、あのすすきの行きたかったんですよ。はい。はい。あ、すすきの行くんですか。はい、すすきのこれから。え、写真ってお願いします。あ、全然いいっすよ。あ、本当ですか。はい。あ、ありがとうございます。俺ら道の真ん中で。ごめんなさい、こんなところで。俺ら道の真ん中だったんだけど。あ、すみません。あ、男じゃないの？いや、さっき会いました。あの、僕北海道全然わかんないんで、はい、道案内頼んでます。ありがたい。
大丈夫ですか。あ、大丈夫。撮りまーす。よし。一番お願いします。はい、チーズ。嬉しい。え、僕来ることしてたんですか。あ、でも、なんか札幌行きたいっていう配信をなんか何日か前に聞いてて。 あなたも視聴者でしたか。もしかしたらいらっしゃるのかなとは、はい、なんとなく思ってたんですけど。そう、今日だったんですよね、まさかの。だからって会えるとは思ってなかったんで。おお、たまたま歩いてたらみたいな感じですよね。はい、そうです。いや、嬉しいです。はい、え、どこ行ってたんですか。すすきのの方ですね。あ、え、北海道詳しいですか。あんま住んで、あ、ずっと北海道。あ、ずっと北海道ですか。はい、じゃあ一緒に行こう。え、この後大丈夫。予定とか。予定はないです。うん。え、じゃあ行こう。もしかしてこんなノリで。そう、こんなノリで。やっぱり俺自身が北海道の知識がないから、あの、すげえな、ドラクエシステムだこれ。そろそろ女性の一人も欲しくなってくるところだけど。完全に麦わら海賊団。すげえな、まさか俺もここで現地案内してもらえるとは思わなかったから。ありがたいな、本当に。ごめん、大丈夫、予定とか。大丈夫。大丈夫、はい、ありがてえ。マジで、はい、一緒にガールズバー行こうや、じゃあ。え、今何歳ぐらいなの。僕、19っす。 19? あ、いくつ。30です。あ、30、はい、すごいな、バラバラや。19に30に35。1人目が19で2人目が30だね。え、2人目の、え、じゃあもう A と B でいい。大丈夫です。ごめん。え、 B はじゃあ、はい、あれなの、配信とかよく誰見たりするの。あ、一番見てるのは、うん、加藤純一さんなんですけど。へえ。ただその A さんみたいな、僕、うん、エピソード持ち合わせてないので。ああ、いや、でもまあバンはされるよ。俺も延べ200人ぐらいはバンしてるから。まあそのうちの1人と思えば。じゃあ普段は結構あんまコメントしないで見ながらみたいな感じ。そうですね、コメントはもうめったにしないですね。はい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 、はい、マジか。なんか俺まださ、次やるゲームとか決めてないんだけど、どういうのがいいとかある。どういうゲーム、うん、何が好き、何やってる。バロやりましょう。あ、バロ。バロ好きなんだ。 FPS やりましょう。え、 A はバロやってんの。やってます。確かにさっきからティア1とか言ってたから、なんかそんな気配はしてたんだよな。いや、あ、もうすすきの近いね。ピチョン君もいる。大体札幌の人、うん、あ、バニラだ。バニラだ、すげえ。でっかバニラ。そんなのもあるの。なんか俺の知ってるバニラじゃないんだけど。あ、違う、ご当地バニラです。あ、ご当地バニラもいるんだ。マジかよ。最近東京でバニラ見ねえと思ったら移籍してたんだ。お、ジンギスカンもある。あ、はい、どうぞどうぞ。今日来るの知ってたんですか。あ、ずっと見てました。マジですか。ありがとうございます。ありがとうございます。またありがとうございます。楽しんでいきます。はい、え、仲間っすか。え、来ます。あんま、めっちゃ上、もう4人目よ。すごいな。仲間入ってもいいですか。じゃあ配信も見てたんだ。マジか。お、しっかりとしたトツだ。しっかりとした。え、今おいくつだ。21歳。すげえ、ついに、ついに4人目が来たな。全員男やけど。こういう感じで、いや、完全に今ドラクエの主人公になった気持ちになってきたな。あ、すいません、このお店って自分映してちょっとカメラとかのあさしたりして撮影させていただくことって可能だったりしますか。周りの方に。あ、映らなければ。あ、いいですか。あ、ありがとうございます。セーフ。で、子供0人で122番だって。みんな寿司食える。お、おはようございます。ちゃんとおばあさん家でお金もらってきたんですか。いや、全然。いや、ここはもう案内してもらうんで俺が出しますよ、さすがに。ありがとうございます。うん、結構下がりよ。え、言った。え、割と大丈夫大丈夫、舐めるな、マジで。大人舐めんなよ。大人を舐めないでほしい。そうだね。よく配信見てくれてんの。 C は、はい、あ、え、 C は21歳。え、何してんの。
あ、ニートで、おいいね。いいよ、じゃあ今日は。へえ、いや今日はもう寿司食わしてやるから。あ、ありがとうございます。うん、任してほしい。ニート。え、みんな何やってる？ A は。学生。大学生。あ、学生。B は。会社員。あ、会社員。すげえ、学生会社員ニートと。とあと配信者とちゃんと役職も綺麗に分かれてきたな。完全にそうだね、バロでいうとこの、まあ、イニシエーターコントローラーデュエリストみたいなあと一人でフルバックメルな、すげえな。なんかジョブ弱いな会社員学生ニート配信者ちょっとあれだね、戦士みたいのがいねえな。はい、ゆうたさんですか。あ、そうっすね。ちょっと配信見て。あ、本当ですか。まあちゃんと配信見て。あ、本当だ。ちゃんと今日たまたま知って、へえ、そう、今日たまたま来たんですよ。学校帰りで来てたら。あ、学生さんですか。はい、そうなんです。へえ、マジですか。ありがとうございます。あ、すいません。はい。ありがとうございます。うす。写真撮ります。写真いいんですか。いいっすよ、全然。全然。声だけかけて帰ろうと思って。はい。いいんですか。あ、全然。写真ぐらい。どう。自撮りで。そう。これでこうやって撮っちゃおう。はい。はい。ずっと。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。です。何してるんですか。え、何してるって分かんない。現地で。緊張して。うん。あの現地でたまたま、うん、なんか北海道に詳しい3人を、あ、そうなんですか。そうだね、北海道に詳しい3人に案内してもらってる。またね、ありがとうございます。うん、おー、どうです。お、道民です。あ、道民ですか。おー、おはようございます。やめちゃんも大ファンで。え、本当に。はい、マジですか。毎日見てます。毎日配信を。はい、おはようございます。マジですか。おはようございます。すごいな、俺意外と、俺もしかしたら承認欲求がすごい満たされていく。はい、あ、そうそうそう。写真撮ってもらっていいですか。全然いいですよ。ちょっとここ今道ちょっと邪魔になっちゃうんで、ちょっと奥で。え、大トロ行くか。さすがに大トロ行くだろうが、こんな。行っちゃうか、これ筋子だよね。ちょっといただきます。醤油は、あ、みんな醤油。ありがとうございます。見てこれ、生きがすごいプリプリやね、これすごくない。これ筋子だよね、これ。お願いします。やば、ちょっといただきますわ。はい、あ、じゃあ中トロ読んで、はい、お願いします。うん、まっやばい、これマジでうまい、マジでうまい、これだって見てこれ、ほらこれ。え、東京の寿司とか食ったことある？東京で美味しい、食べてないっすね。うん、食わない方がいいよ、これ。さすがに北海道うまいわ。苦しい。ずっとゆうたさんのバロンの配信待ってますよ。大会あるんで、やらなきゃいけないですから。うん。あ、知ってるんだ、大会あるの。知ってます。いや、どうするんだろうね、マジで。ゆうたさんが若手。いや、若手じゃないんだけど、でもあれおかしいんだよ、本当に。なんか、だって上行くと全員40代だから、その、若手も若手じゃないんだよね。そうですね。若手もアラサーだからさ、まあ、俺はちょっと変なチューブラリーみたいになってるというか、うん。ちゃんと知ってんね。ちゃんと知ってんな。ゆうたさんの深夜のバラ配信を見てたんで。あのね、ごめんね、俺だって俺繁盛のさ配信で俺配信つけずに死ねって一緒にいたりしたいじゃん。あ、でもその時はまだ生きてたんで。ああ、
そっか、あの繁盛さんの顔芸もちゃんと見れたんで、あのこうあの俺がブルドックで死ぬほど外すやつね、アセントの、そうアセントのミッドでオーメンにだからジャンプすんだもん、ジャンプしたら普通に足当たる普通にやめてほしいわあれ。うん、なるほど、あの時はまだバンされてなかったんだ、なぜ NBA で熱くなっちゃったんだ。うーん、なるほどね。へえ、みんなあれは VTuber とかは好きやん。まあ見はします。おお、誰見んの、誰、あー、なんか2時3時もホロライブも、うん、4、5人ちょろちょろ見る感じですね。お、4、5人いるんだ、推しが。はい。ペコーラ、ペコーラ、まあチャンネル登録はしてます。お、いいね、なんかいいんだよな、こういう話するとみんなちょっとピリってなるから。ちょっと引き締まるからいいんだよな。いや、マジでめっちゃうまかった。ちょっといい店教えてもらったわ。ぜひ、根室花丸に北海道来た時は OK、 ちょっと来ていただきます。次来た時も人に勧められるようにしとくわ。よし、じゃあ行きますか。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。いいね、なんか承認欲求がすごい。こう感謝される気持ち。うん、あ、弾いてる、すげえ、なんか聞こえる、下なんか聞こえてきませんか。乱入するか。ここだ、こんなとこにピアノあるんだ。普通に上、普通に上。何弾こうかな。まあこういうところで弾くのは大体ジブリって相場が決まってるから。そう、トランスポーズないんでキーギーは黙っててほしい、マジで。あのトランスポーズないんで、あの C でしか弾けないです。じゃあちょっと持ってていいですか。うん、俺弾いてくるわ。うわ、やば、あのピアノだ、すげえ。これピアニストあるあるなんで、まあ調整するんですよ。
ごい、めっちゃ観客、めっちゃ観客で、あ、カバン、あ、これか足取ってもらって、あ、いいっすよ、はい、嬉しいっす、マジっすか、ありがとうございます、めっちゃすごいっす、あ、本当ですか、あ、ありがとうございます、 YouTube で、あ、たまに弾いたりとかしてます、はい、見たことはある、あ、あるんですか、ありがとうございます、すごい、あ、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、どうぞどうぞ、ありがとうございます、いや、まあ、承認欲求が、あ、いや、ありがとうございます、そんな、お父さん、ありがとうございます、いや、お父さん、ありがとうございます、弾けちゃうんで、だって、いや、そうっすね、いや、まあ、なんか練習してきました、家で家で練習してきました、はい、やば、どうかなって最初思ったよ、あれ、あ、本人だと、あ、すごい、そんな、ご存知なんですね、いや、ありがとうございます、有名人、いや、そんなことないです、本当に有名人、有名人、いや、たまたま北海道来てちょっと、 あ、 ありがとうございます、今日来たんですか、あ、今日、はい、さっき来ました、夕方ぐらいに、ありがとうございます、もう写真撮りたいんだけど、ぜひ撮りましょう、マジで、あ、本当ですか、本当に、おじいさん、めっちゃ嬉しい、いや、撮りましょう、はい、あったけ、いいです、お願いしていいですか、北海道あったけよ、いや、ちょっと気持ちよく、もう一曲聞こうかな、ちょっと、みんなこんだけいるんだから弾かないとこれ、うまいっすか、ちょっと気持ちよくなってきちゃったな、仮面舞踏会弾こうかな仮面舞踏会弾いて帰ろうかな、はい、よし、いや、これテンション上がるな、俺は何をやってるんだろうな、本当に、うん、ちなみにこれ弾いて観客半分だった、マジでちなみにこれ弾いて観客マジ半分になった賢者タイムだな、うん、いや、いいな、ちょっとこれめっちゃテンション上がるな、ちょっとまだ弾いて、
人いるやん。テンション上がるわ。じゃあみんなで観覧車乗って解散するか。あそしたら俺はもうキャバクラ行くわ。なんで男4人で観覧車乗るの。これ何人乗りなのこれって。乗ったことない。どう見も乗ったことない観覧車に今から乗るわけか。あすいません、こうやって4人一緒に乗れるんですか。ありがとうございます。そのまま乗っちゃっていいですか。お、あら。なんだよこれ。いやーロマンチックだな。すいません、今来た方々に現地で知り合った道民3人と一緒に 何か知らないけど観覧車乗ってます。やばいって。どういう、だってみんな乗るの初めて。これ初めてです。初めてです。全員、俺以外全員道民なのに誰もここで乗ったことないらしい。やばいってこれ。いやでもロマンチックだな。すげえ。ロイヤル思い出しますね。あペルソナで。ひふみ推しなんすよ。ひふみ推しなんすよ。あ、ひふみ、将棋の東郷さん推しなんすよ。はいはい、東郷ひふみね。かわいいよね。マジか。ごめんね、俺急待たしちゃってさ。後ろに見えました。おー、テレビと、あれか、あれ綺麗だ。おー、すげえ。おー、ロマンチックだな。くそ、なんで全員男なんだよ。パーティー一人ぐらい女性いるもんやろが、こんなもん。へえ。でもピアノ弾結構どれぐらいから集まってた。あれ気づいたらなんかたくさん増えてたよね。弾き始めてから20人ぐらい弾きました。そう、なんか2、30人ぐらいいたんだよね。マジか。そう、ゆゆガールもいたね。ゆゆガールもいたね。幻じゃなかった。誰か一人酒場に置いていかないと、うん、そう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 。ちょっと入れ替えしなきゃいけないのか。ドラクエシステム。ドラクエシステム。一人馬車に入らなきゃいけないから。ニート馬車に乗ってもらうことできるかみたいな感じで。悲しい。うん。ちょっとニートには馬車乗ってもらってみたいな。止まってない？大丈夫これ。ギリ動いてる。あ、ギリ動いてる。怖い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 。怖くないこれ。見てこれ、やばい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 。手震えてきた。ちょっと待って、手震え。ちょっと持ってもらっていい？ちょっといい。手震えて持てない。ちょっとやばいな。おお、でもこれ。何ですか？彼氏。ああ、なんか彼氏と観覧車に使っていくみたいな。使い古されたのにね。うん。ゆうたと観覧車ナウに使っていいよってやつでしょ。やべえな。俺が一番嫌いだったあれがもう、ついに自分がやることになると。おお。やば、怖いね。観覧車とかよういかんもんな別に。最後に観覧車乗ったのいつ。俺もう10年ぶりぐらいなんだけど。小学校の時の遊園地が最後です。ああ、やっぱそんなもんだよな。たっけえわ。怖い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 。高所恐怖症。なんか BGM 流れてないか。
フリッ別にロマン安いよ、安い BGM が安い BGM 流れてんだけど、なんだこれ。今てっぺん来ました、ね、お、てっぺん来た、はい、うわ見て、ほらほら、あやばいやばいやばい。今からどこ行くの。今からね、あのガールズバー行ってくるわ。うん、ガールズバー行ったことないもんね、みんな。ないです。まあじゃあここからはないですね。なんか姉さんが窓から手振って、なんかこうおいでみたいなのは。えっ、進み歩いたこと。でもバニーいましたよ。バニーガールのケツ見れますよ、進み歩いてたら。ちょっとそこまで案内して ちょっととりあえずそこまで案内してくれもらうことできるか、マジで。うん、あ、バニーのお店なんだ。そう、なんかバニーガールが店員で、ほんまに、あらこれは来たねこれは来たね。あ、テレビでもやってたの。へえ、外から見えるの、ケツが。あ、そうですね、道歩いてたら、うん、ガラス張りの店内になってて、ケツ、ケツを上見たらケツ見える。あ、もう 全面ガラス張りなんだ。っていうか、その足まで見えるんだ。そうです、お尻まで。ええー。ちょっと、え、場所わかる？場所、どっかの、あそこ通りにあった気がします。ちょっとそこ、でもそこで解散って、なんか申し訳ないマジか。ちょっとそれだけ、え、ここから近いの？あ、通り沿いにあるんだ。まあ、近くはなります。まあ、みんなで行くか。じゃあそこで解散するか。でも配信許可あるかな。でもテレビが OK ならワンチャン OK な可能性あるぞ。うん、ビデオに、そういうカメラに対する体制がつい、止まんないのこれ、怖っ。携帯落としたら終わりやん。ありがとうございます。さあ、あれ、ここ、ここで、はい、拍手してもらって。あ、はい、うっす、おいうっす。夜の店行きますよ。夜の店行きます。案内しましょうか。マジっすか。はい、詳しいです。詳しいですかえ、そのバニーがケツ振ってる店ってわかります？もうわかります。ミリオンですよね。え、ミリオンですね。店詳しいんですか。あ、詳しいですか。風俗とか。風俗とかもわかるんですか。任せください。ちょっとやばいな、これキャッチじゃないですか。大丈夫ですかこれキャッチやろ。家から飛んできたんですよ。家から飛んできたんですか。タクシー持って。やばいって。へえー、ミリオンって店なんですか。あーざんす、すいませんなんか急にチャラいやつ来たなやばすぎるだろこのパーティーここがミリオンです。あー、ここがさっき言ってたのって、これ。うわ、お尻だ。えいや、ダメ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 。マジか。え、上、ほんとだ。うわ、やべえわこれうわ、これ行っちゃおっかな。あ、これ、お、手振ってくれてる行ってくるわ、俺。え、マジで来る。じゃあ、どうしよう一旦ここで解散するかでも俺、ほんと一人で楽しむよ、はい、うん、全然いいっすよね。うん、そう、ちょっとじゃあ行ってきます。すいません、今日は本当に昼から道案内ありがとう、本当に楽しかったです。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。ありがとうございます。ありがとうございます。また、北海道楽しかった。まあ、これからも楽しいんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね。いらっしゃいませ。何名様ですか？あの、2名なんですけど。2名様、はい。ここって、あの、キャストの人たち映さないんで、あの、動画とか回したりさせていただくことって可能だったりするんですか？どういったもので配信されるんでしょうか？なんか生配信みたいに、ちょっと北海道旅行の一環みたいな感じで、ちょっと YouTuber みたいなことやってまして。そうですね。はい。お席が限定されてしまうので、他のお客様も映さないようにしていただかなければいけないので、はい、あと、女の子も、あと、一応そういうのに、声とかがなっても大丈夫っていう前提なので、もしあの子とお話したいとかって言っても、それが叶わない場合もあるんですか？あ、もう全然大丈夫です。その、もう、はい、好きなような感じで。はい、大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。絶対に女の子とお客様だけ映さないように配慮していただきます。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとテキーラ一杯だけいきますか？いいですか？
いいですか。え、なんか煽ったみたいになってごめんなさい。すいません。いただきます。ノリノリやんけ。どっちのテキーラがいいとかってあります。クエルボとアデコ。クエルボって何？あ、基本的にはクエルボラグジュアリー。あ、でもまあ分かるのが、まあ、18でいいかな。あ、これね、お値段変わるんですよ。はい、だいぶ違います。いや、せっかくだし1800でいいんじゃないですか。いいんですか。はい、お値段伝えなくて大丈夫ですか。いや、大丈夫です。はい、さすが配信者。いや、もう今日貯金なくしますね。あ、お兄様とも？トギャドトギャ、トギャ、まあ、トギャで、トギャ飲まれます。お、せっかく。トギャ一杯ってそんなすんの。ちょっと待って、やばい、話変わってきた。マジで、え、そんな投げ銭してもらいましょう。ちょっと待って、今みんな頼む。え、ちょっと待って、俺何か、あれ、え、マジで。え、知らない、俺値段知らない。女の子が違う。ちなみにいくらしてるんですか、予想。え、このだってワンショットだよね。ワンショットです。そうです。え、ワンショットでしょ。そう。え、いくらだろう。健全だな。50万。まあ、警察。すごい。50万って何。じゃあババラ、このコインも。え、でも2000円とかじゃないの。なんかね、俺これボトルで昔ラウンジ行ったことあって、なんか生半可にボトルで入れたら俺10万取られたことあって。でも多分いろんなのか。それはケチというか、なみなみ。ちょっと全然なみなみじゃないですよ、これ。これでもなみなみじゃないかなっていう。なんだろう、ちょっと優しめにしました。これで優しいや。はい、優しい。あのテキーラ知ってる人ならわかると思うけど、これえぐいよ結構。飲めないなら飲みますよ。あ、飲みます、ね。すみません。あおるのやめて、マジで。あの俺の、あ、ちょっと俺主人公なんで。間違いない。ガキーってなっちゃう。間違いない。ちょっと主人公の気持ちでやるんで。めちゃめちゃ。じゃあ結構広いや、はい。あ、こうやってやるのか。はい。持ち方からで。あ、出す。はい。じゃあ、バニラー、バニラおいしい、とてもおいしい、私今日ドレミテキーラいける気がする。飲み部高め。飲み部高めです。マジで、あるよね、はい、そういう時ね。飲んだ一口で分かる、今日いけるな。分かる分かる分かる。無敵の感じね。俺はここまで見ていた。あ、なんかすごい、なんだもん、こういう。私いつも見てる鬼瓦みたいな。久しぶりに聞いた。お水飲んで大丈夫ですか、チェイサー。チェイサーはいりますよ。水をお願いします。はい、お水。全然酔ってねえけど、水だけもらえるかな。氷入れても大丈夫ですか。入れない方がいいですか。氷ください。はい、はい、全然酔ってねえけど、全然酔ってないから、ね、水だけ一応もらったことある。念のため、ね、喉乾いたし、やっぱり、うん、喉乾いたし。もうそれが全て。喉乾いたし、水もらったことかな。写真撮れた。いや、これすっごい、これいい感じに撮れてました。うん、すごい。そんなキワキワというものですが、みたいなのだからちゃんとスピードあらあの、もうすっごいたまらんねん、これなんで棒立ちなんですか。待てと。不意に撮られた人みたいな佇まい。あの、待てと、これエロいファンキーモンキーベイビー。ジャケ写のね。確かに。はいはいはい。やば、エロいファンモンだな、これ。エロモン。エロモン。やば、よかったらジャケットに使ってください。ジャケットに使います。何のエロモン、何の。やばそう。どうしよう、じゃあ俺2万出そう。一緒に乾杯してました。ありがとうございます。大丈夫ですか？鍵。確かに。鍵、家帰らなきゃ。大事な、大事な、大事な。あ、クロス。なんだ、俺じゃないのか。あ、こっちです。こっちです。え？こっちです。こっちです。あ、すいません。あ、こんにちは。こんにちは。住所バレてる人だ。あ、はい。それ入って。はい。
これもう今配信されてるんですか？これ今ちょっと今日夕方くらいからずっと配信つけてて、もう新千歳空港ついてから。あ、じゃあもう超幸せ。今日は僕の一日をもう。はい、このまま。あ、そうなんだ。バニーガールまで全部。これ受けないよ誰も。オラは人気者流れ始めたんだけど。なんでしかもうめえし。なんでうめえんだよ。普通にカラオケを始まってる。うめえ。クソうめえ。どうした。ガチでうめえ。本人だろこれ。うれしい。ガチ勢もいるね。でもおじさんが歌ってる。すげえ。すげえケツだけで。お邪魔します。え、チョアです。チョアです。はい、チョアです。しんのすけ私はお話ししてます。マジで。はい、オッケーです。じゃあ、いいっすか。オッケーです。まずは、ここから失礼します。え、かわいい。やったー、ありがとう。え、なんかめっちゃゆうたに似てるって言われます。ゆうたです。そう、だから今日配信つけてきたんだよ。ですよね、めっちゃ似てると思って。あ、本当に。でも、もしじゃなかった時は失礼だよね。先生、それも失礼。いや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 、でも、いや結果的に今俺気持ちよくなったんで。結果的にクソ気持ちよくなったんで。もう、あ、先日カラモンちゃんと。あ、あ、やってる時から知ってて、あのモアキュンドリーみたいな。あ、ですね。あ、セミスカーを好きなんだ。そうですね。いいよね。ちょっと痩せてます。あ、確かにちょっと。結果じゃないけど、痩せてます。いや、いいね。かわいい、めっちゃ。全然飲んでいいっすよ。いいっすか。はい。ちょっとしんのすけで頭に入ってくる。しんのすけがガチすぎて頭に入ってくるね。あと右で35歳ぐらいの普通の会社員っぽい見た目の人。そう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 。ちょっとしんのすけがガチすぎて話入ってくる。なんでそんな不面で。いや、全然あのカラオケできるんで無料で。あ、本当に。はい。全然マリと。マリと一緒に。はい。営業妨害です。確かに。強すぎる。しんのすけ強すぎるだろ。お、ちょっとお尻映っちゃってもこれバンなんねえかな。あ、お尻いいっすか。あざっす。やば。いや、最近なんかさ、こういうことできるなんかゲームが出たんですよ。バニーガーデンっていう、なんかこういうキャバクラ行くような、そのバニーのお店になんか行くような、そういうシミュレーションゲームみたいなのが出て。そう、今まさに今生でそれを楽しんでるというか。ようこそ。そう、もう俺が FPS 視点みたいになって。はい、乾杯乾杯。どうします。あざます。カービィ。あ、カービィなんだ。あ、カービィなんだ。お酒も吸い込むので。え、全部吸い込むの。いろいろ吸い込んじゃうから。怖い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 。許してほしいから。出た、おっぱいが挟まるやつだ。失礼します。おっぱいね。ちょっとこれやばいね。おっぱい。あら。あの、おっぱいでかいと挟めるんですよ。あら、おっぱいないんで。いや、あるでしょ、全然。お尻の方がありだけど。どっちを売りにしてるかでね。なるほどね。え、一旦後ろ向いてもらっていいですか、じゃあ。あら。やばいって、これ。でしょ、こんなん。あら。やばいでしょ。ドキドキして、ごめん。いや、これは桃源郷か、ここが。ここが天国か、マジで。そうです、まさにその通り。天国に来てしまいました。はい。
ありがとう、本当にありがとう。ワニが OK だったら、ペンを抜くのもできるんですよ。え、ワニが OK だったらペン抜くのも OK なんですよ。俺がペンを、あ、このペンを触るのは禁止だけど、ペンだけはさ、抜いてくれば抜くのは OK です。その貧乏ダンスみたいな、これさ、いいっすか。ちょっと待って、すごいこれ、いや、いや、閉まってる、閉まってる、閉まってる、戻して、戻していいの。そこじゃないよ、ここ穴間違えてるよ、穴間違え、なんてこと言うねん、ここうわ俺北海道住みます。物件押さえといて、物件押さえてくれ、頼む、今すぐ手遅れになる前に。あ、よかったら吸い込んでもいいですか。あ、テキーラ吸い込んでください。ありがとうございます。やべえよこれ、北海道に家買うわ。やめろ、ぜひ移住してください。すげえ、カービィ酒強いの。カービィもちろん吸い込むんで。そう、飲むんじゃないんだ、吸い込むんだ。飲むとかじゃないんで。なるほどね、味わってくれ。全然違うかも。なるほどな、やりたい放題だ。そうです、やりたい放題です。すごいね。ちょっと、ちょっと分かったことないんだけど、多分 B ぐらいだ。いやでも D ぐらいあると思う。だって谷間生まれとるやん、その時点で。いや違う、魔法、魔法、何それ魔法。魔法でこんだけ、やつは寄せてんの、こうやって、やつは機械な術を使う。なるほどね、そうだよ、魔法だから。寄せがあるのか、口寄せの術が、口寄せの術やるんだ。そうだよ、全然。私だってもう普段土離れてるもん。離れてるってか、そんな谷間はない。でも離れてんのよくない？離れ土？離れ土？俺 AV とか見るときも離れ土を優先して見るけど、なんかちょっと下品な感じがする。下品なエロさ感じ。ちょっとなんか熟してる感じがいいんだ。いやだってさ、あの離れてるってことはもう絶対天然じゃん。ああ。そのもうその産地直送というか。取れたてをお届けみたいな。鮮度が違う、マジで。鮮度はいいよ、うん、確かに、なんかこう、お椀ってここにずっとお椀の形みたいな。そう、うん、嫌かも、確かに。海外とかよくあるけど。ああ、確かに、うん、いや俺何言ってんだろうね、本当。意味のわからない、ほんと。性に開放的になっていいね。性に開放的になっていいの。いいよ、やったよ。やったー。いっぱい出た、マジで。マジでいっぱい出た。いっぱい出したね。濃かった。すっげえ濃い。濃いんだから。おい。濃いんだから、すぐそういうんだ。いっぱい出たな、さすがに。あ、飲む。え、本当に大丈夫？いや、みんなが、だって俺だけ飲まないの、じゃあ。無理。無理だよね。無理。俺も無理。だよね。だよね。さすがにね。一緒に吸い込もう。あの吸い込みのポーズなんだっけ、あれ。これ、あ、やめて。それやめろ、エホー巻きやめろ。エロい巻きやめて、うん、ちゃんと言ってんのか、かわいい。そう、やったー。すぐバンさせようとしてくるから。でもね、さっき一瞬固まってバンされたと思ったけど、うん、なんか蘇った、復活した。やっぱバニーだから、許してくれた。どうしようかな。いや、俺ももうちょっと見たいみたいな。運営のお気に入りだ。運営のお気に入りになった、ついに。え、運営さん大好き。ありがとう。運営さん大好き。愛してる。うん、俺も愛してるよ。愛してる。多分運営アメリカ人だから。I love you. 一緒ね。もう一回あれやっていい？あの抜くやつ。しかも感触楽しめられる。指でこう触ってるぐらいの感じ。うん、あの高速道路でこうやってやるみたいなさ。滑りいいかもしれない。滑りいいかも。今汗かいてきた。めっちゃ土汗やばいんで。土汗。ちょっとやばいかもしれない。土汗ってなんだよ。土汗やばいかもしれない。滑りいいかも。あ、滑りいい。それでいいかも。ああ、もうたまらんねんこれ。待てと。チョアがちょっと呼ばれちゃったので。あ、マジで。マイマニー、新しいニューバニーが来る。ニューバニー来る。ニューバニー。今。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ごちそうさま。ありがとうございます。マジか。すぐ来ると思うので。はい。ああ、よった。マジで。
株式会社バニーちゃんと株式会社バニーちゃん、すごい、痛っ、あ、え、大丈夫でしょ、お邪魔しました。おはようございます。あ、アリアです。ちょっとあの名刺がないんで、だからね、おはようございます、アリアです。よろしく。映しても大丈夫？あ、いいですよ。お、え、かわいい。初黒髪じゃない、わからなかった。あ、そうなんだ。黒髪は何だ。あ、それそれいいな。あ、かわいい。おっぱいは清楚系じゃない。何してんの。危ない、見えそう、見えそう、あら、見えそう、見えそう。びっくりした、ちょっと今乳輪に見えた。ちょっと待って、待って、やめて。違うの、ここね、あの、傷。うわあ、ちょっと、え、キスマ、違う、カサカサしてる、めっちゃ傷になってる、そう。ちょっと待って、これ実質乳首だろ、これもう。第3の乳首、第3の乳首、天津飯みたいな。第3の乳首出た、ついに。やば、第3の乳首はやばいって。なんか治んないんだよね、かゆい、なんか。え、めっちゃやばいですよ。え、ミリオン以外にこういうお店は行ったんですか。いや、ミリオンオンリ ー、ま、オンリー。さっきミスドの方のミリオンいて、ミリオンはしごしてる今。最高じゃん。うん、でもこっちもいいね。良かった、うん、あそこ外から見たらすごいよね。なんか2階からケツが見えた。お願いします。おはようございます。お気がしますね。おっぱいなくてごめんね。いや、あるよ、やめてよ。え、ギャルだ、かわいい。みんな可愛くないっていうか、このお店レベル高いって、さすがにテンション上がってきた。テンション上がりますね、さすがにこれ、うん、本当に、うん、あ、全然一杯飲んでいいよ、いいよ。テキーラ、じゃあテキさん行こう。うるせえ、カードタックスかかんねえらしい。うん、やばい、ちょっと、ちょっとこれ10万いくって、これやばいって、これ行かない、行かない、行かない、よかった。あー、助かる。まあ、せっかく北海道来たし、だってみんな可愛いんだもん、入れたくなっちゃうでしょ、さすがに。え、ね、そんな期待しちゃうよ。期待しちゃうよ。エッチだ、エッチだ。でも、え、 YouTuber とか見たりすんの。見ます、見ます。いや、そんな見てないかも。誰が好き。加藤純一。おい。おい、エモンかい。え、ごめん、嘘。え、嘘をやめて。えー、じゃあ俺知ってる。言えた。おい、やるね。分かる分かる。 ありがとう。お店の前の時に似てる、似てる。マジで。急に配信者言って、そう、おーみたいな。私もそうだった。マジか。こんな可愛いのにエモンなの。マジか。なんか弟がめっちゃ見てて。あー、加藤慎一を、うん、へえ。リビングで垂れ流しにしてるから、私も聞いたので。え、家のテレビで順流してんの。やってんね。頃に、うん、なんか通知とかの垂れ流し見るようになって、うん、次の日の朝、弟に、いや、今日の切り抜きはそのことここが出ると思うって。何その東進ハイスクールみたいな。この点は出ねえよ。マジか。惚れたじゃんみたいなことを。なんだその。結婚しちゃったからね。弟が。違う違う。ああ、加藤さんがね。うん、あ、もうガチ恋だったんだ。いや、ガチ恋がちょっと違うけど。でもめっちゃ見てました。へえ。あ、じゃあもう加藤純一周りは大体見てるみたいな。まあまあ、布団ちゃん。あ、布団ちゃん。布団ちゃん、もうすごいね、そこら辺わかるんだ。ちょいちょい。結構91で男だからさ、そこら辺の視聴者って。でも女でもなんかちょっと叩かれそうな。大丈夫、大丈夫、みんな。いや、あの、みんなムクムクしてる。あの、普通に興奮してるみたいな。申し訳ないけど、うん、うん、しっかりと、あの、みんな男だからね、やっぱ性には逆らえない、そこは、うん、じゃあ、エッチな店楽しんでね。ありがとうございます。え、こんな外でいていいの。うん、ここまでだよ、最初。やば、寒くない。全然戻りな、うん、ありがとうございます。おやすみバニー、またね、またね、はい。ということでね、北海道は最高や。北海道さすがにいい。うん、じゃあこの後ちょっと、うん、エロい店あったらそっち行ってくるんで、とりあえず配信はここまで。また北海道マジで楽しい。うん、ありがとうね。